一旦おしっこしていい？いってらっしゃい。いいよ。おしっこー。大きい声で言うんだ。嬉しそうに、嬉しそうに言って言った。なんか女はあんまりおしっこってあんま言わないんじゃないですか。言わないですね。あの人がおかしいんです。あー、なるほど、はい。あれが日本の常識だと思わないように注意してください。わかった。あ、なんか松井さんなんか、いや、めちゃくちゃ前の配信。はい。なんか、ちょっと、なんか配信でおしっこなんかしたみたいな配信した気がする。何それ。いや、なんか切り抜きで見たの。いや、その配信で知って好きになった。え、それの配信のどこがディットさんに刺さったんですか。ちょっと見ますか。一旦動画をね。あ、2年前のやつだ。はい。え、なんかこれです。これ送れるのかな。あ、まあこのサーバーでいいっすよ。あ、 OK です。あ、このサーバーで大丈夫ですか。大丈夫です、大丈夫です。 OK です、これです。なんか後半の方が面白い。あ、ちゃんと英語になってんだ。あ、そうそうそう、なんか英語の切り抜き動画。もう何するか、17秒から何するか、もうどっちで終わってるってこれ。17秒の方から結構えぐくないですか。これさ、なんで怒られないのこれ。いや、これめっちゃ面白い、本当にめっちゃ好き。ただいま、あ、はい、行きましょう、じゃあ試合にね。なになに。いや、なんもないですよ。ディットさんと楽しくおしゃべりしてました。ねえ、何貼ってんのこれ。僕貼ってる。ディットさんがマプリさんのことを好きになった配信というか切り抜きがこれらしい。おしっこしですか。はい、マプリビア、マッチビール、ハルくんも飲んでいいよ。めっちゃおもろかった。普通に終わってます。祭りのあれだよ、電源スタンプにね、祭りすが、うん、あの祭りのビール飲むスタンプがある。え、乾杯っつって。え、いいだろ、どのビール、どっちのビールだろう、どっちのビールだろうね。温かめかもしれん、ちょっと。終わってる。ホットビール。マジ好きだわ。おいで。なんか、なんか汚いことを普通に言うの好き。え、いいね。おい、また弾取られたってね。ちょっと開けがあれ。